ナスカワはボクシング2戦目で2度のダウンを奪う、干渉ダブルコート。元ボクシング世界王者、竹原慎嗣の YouTube チャンネル、竹原テレビ、が18日に動画を投稿。同じく元世界王者の渡嘉敷勝男や畠山高則と、ナスカワ天心のボクシング第2戦目を振り返った。3人はナスカワの実力を高く評価も慶応までに至らなかった点を語った。 動画では今回のナスカワの試合について、畑山は世界ランカークラスの実力、と評価。溶かしきも、スピードも上手さも抜群、倒すパンチもある、と褒めつつ、あとは欲だね、とズバリ。フォト、ナスカ二度の豪快ダウンシーン、その瞬間。竹原も、もっと倒してやろうと。一発では倒れない、連打で倒すんだという気持ち、が欲しかったという。 確かに今回の2度のダウンはカウンターの一発だった。連打には自身に暇が伴うがそのくらいの欲く、積極性が欲しかったという。慎重に見えたようだ。ナスカワは試合後マイク、ダウンを取って進化した姿を見せられたが、人生うまくいかない、というコメントを出したが、畑山が、ここら辺が、今の子、なんだよね、と評すると、渡嘉敷も、本当はもっと悔しいよね、と同意する。 竹原も、うまくいかない、じゃなくて自分が仕掛けてない。俺らの世代だったら、もっといけって感じじゃん、とから口だ。続けて、昔の日本人は、戦闘機に竹槍持って持って向かって、そのくらいの気持ちですよ、と、執念が足りないという。しかし最後には、竹原も、今日はっきりしたのは、世界チャンピオンになる能力がある、とポテンシャルには太鼓板を押す。そして、 三戦目はもっと変わりますよ。トレーナーとか周りの人が気づかせてあげなきゃ、と事前に期待を寄せた。